そして一部飲食厳しい業績となりました。そして昨年、本当に残念なんですが閉店が決まってしまいました。31年の間この地でご愛顧いただいたこのお店を閉店させることになってしまったこと、本当に申し訳ございません。心からお詫び申し上げます。明日からこのお店が開くことはありません。ただこの泉中央の地にこのお店があったことをぜひ忘れないでください。そして最後に私から皆さんへのお願いがあります。ここにいる最後まで頑張ってくれた従業員、ほとんどが仙台のうちに誇ります。ぜひうちのそのメンバーを見かけたら温かいお声掛けをお願いいたします。最後になりますが、31年間ご愛顧いただいたお客様、最後まで頑張ってくれた従業員、そしてこのお店に感謝して私から最後の言葉をお伝えしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。従業員がシャッターの後ろに整列してください。